って言ったのよ。そしたらその俺たちのいるこの建物の下から、心霊系または、まあ総じて心霊系というけど、まあ語る人も行く人も含めてね、はい、心霊系というけど、すげえ数になったね。すごい数です。すごい数になった、はい、本当に。どっから湧いて出たって聞きたくなるぐらいすごい。 YouTube が広まって出やすくなったんですね、うん、きっと。こう埋もれてたというか、埋もれてたじゃないな、もうやりたかったけどやる術がなかった人たちがポンって出られるようになったっていう、うんうん、まあ今こんな言い方しては悪いけども、やっぱり地上波がつまんないからね。まあそうです。本当に俺なんか朝のニュースとランマンしか見ねえもんね。そうなんですね。主要なニュースなんか速報も含めて、うん、大体ネットでもって全部済むし、うん、でもね、それによっての弊害が一つあるよ。お、何ですか？現代のタレントの顔と名前が一致しねえ。ああ、確かに。わからないです。新しい芸人さんもわからない。ああ、芸人さんはでもね、YouTube でチェックしようとしてると多分わかると思うんですけど、うん、僕もあんま見れてないんで。うん、まあ、本当にね、たくさん、本当に増えた。うん、ただ気をつけてみんなね、本当に気をつけてほしい。うん、もう、どこで何が待ってるかわからないし、逆になんかおかしな、まあ、組織であるとか団体なんかが差し押さえてある物件なんかだったりすると。ああ、はいはいはい。うん。一時なんかあったんだ。その西東京の方にある、あるとある病院の廃墟があって。うん。そこへ行くと何が恐ろしいって、中でもって家主がいっぱい待ってるっていうね。うんうんうん。真っ暗の中に息進めて待ってんだよ。怖いっすね。怖くね。そう。え、それ捕まえられる？捕まえられちゃう。それで、もうそこで割れてるガラスであるとか、うん、なんとかを全部、その、そいつらのせいにされるっていう、賠償させられるっていう、ね。ああ。多勢に無勢だもんだって。いや、お宅の息子さんがね、ガラス割って歩いてるの我々見てるんですよって。こう言われちゃったら。はいはいはい。ね。目撃証言ね。そうそうそう。うん、怖いだろ？ね。以上。完結だわ。本当にあった怖い話。いや、そうですね。そうだよ。本怖。うん。本怖だよ。まあ、本当にあった怖い話をメインにやらせていただいてますけどね。あ、それもちろんです。はい。そうなんだけども。何度も言う通り、我々は、その心霊スポットには行きません。うん。うん、まあ、その理由は、本当に、そういうところへ行って、とんでもないことが起きたという経緯があるし、それにやっぱりそういったものっていうのは、本人のところに来てくれる分には自己責任だからしょうがないけども、うん、本人のところに来ないで、本人の周りの弱いところへ来るっていう、すごくちょっと陰湿な性質があって。はいはい。なので自分が大事にしている自分の家族だったり、うん、場合によっては大事にしている職業だったり、うん、そういったものに影響が出たりするわけですよ。これが恐ろしいんでね。うん。だから行くのは、それぞれみんな自己責任、みんな大人なんだから、それこそ、行くなとは言わないけど、でも、本当に気をつけてねとしか言いようがない。そうですね。うん、ただ、これだけ注意しなくちゃいけないのは、すべてを心霊スポットと呼んじゃいけない場所もあるじゃない、うん、はい。例えばその神社を、普通に今でもそのやられてる神社を心霊スポットって呼んでみたら、お寺だったり、お墓だったり、それは絶対違うからね。そうですね。そうだよ、本当に。もう一時なんか、所沢にある無名選手の墓っていう有名な、ほうほうほう、うん、無名選手だよ。もう悲惨じゃない。名前もわからない人たちのね、戦争で亡くなった人たちのお墓があると、うん、そこを心霊スポットだって言ってる連中がいたけど、とんでもない話だって。どやしつけたことがあるんだ、俺。うん、だからそういうふうに、もうすべてがすべて、もう一つの言葉で絡めちゃいけないよっていう、うん。あと、トンネルであるとか、橋であるとか、普通に車が通行してるところを心霊スポットだって言われてしまったら、じゃあ心霊スポットの近くに住んでるのってことになっちゃうし。はい。お前家帰るためには心霊スポットのトンネル通らねえと帰れねえんだよなぁなんて言われちゃうし。うん、じゃあ逗子の向こうに住んでる人たちなんか毎日心霊スポットのトンネル通って帰んなくちゃいけなくなっちゃうわけじゃない。そうですね。ね。はい。そんなことはないわけだよ。だからそこのきちっと差別か区別っていうのはきちっとつけなくちゃダメっていうもんだね。それ、はい、以上。つまんねえ。2回目だ、2回目。完結2回目だ。いや、2回目。いや、その中にあってね。はい。チャンネル登録お願いします。平成3年うちに出入りしてる、まあ仕事絡みので、もともとは知り合った人間なんだけど、高橋って男がいて。はい。なんか、その仕事の面でもちょっとチャランパラなところがあったりする、つかみどころのない男だったんだけど、まあ人間的には悪くないので、付き合いしてた。はい。こいつがある日、
中村さん、あれ知ってます？割とこの近くにもう人が住まなくなっちゃった廃村っていうのは知ってます？廃村？何それ？あ、要は廃墟の塊みたいな感じ？言い方よ。廃墟の塊って言ったの、まあまあまあ、そうなんですけど、もともとはその人がたくさん住んでたであろうその村が丸々一つこう廃墟になっちゃって誰も住んでないって、そんな場所がここからまあ1時間そこそこのところにあるんですよ。へえ、行ったことあるのお前と。ああ、あります。え、それ道案内してくれるっていうことなの？ええじゃねえよ。ええじゃねえよ。そんな話をしてくるっていうことはもうその、うん、行きましょうよっていうことなんでしょって言ったら、ええー、いや、いいんだよ。だからそれは。他の奴らに、おい、ちょっと、聞いた？今の聞いた？なんだ、廃村っすか？もう、こいつが廃村連れてってくれるんだって。いや、僕はそんなことは言ってませんよ。って言ったら、いや、バカだな、お前。このタイミングでそんなこと言ったら、じゃあ行きましょうよってなるじゃねえよ、お前。え？行こうよ。いや、いいんですけどねーって。お前、待て、お前ね、何かをね、もったいつけてるようにしか見えない。悪いけど。そんな話を振っといて、興味を沸かしといて、それでで行こうよ。ええー、はないよ、お前。それ、不自然だな、なんかな。不自然だ、それは。うん。いや、本当になんかその、理由があって行きたくないって言ったらいいんだよ、別に。でもそんな無理にして行ってくれなくていいから、別に。いや、そういうわけじゃないんですけど、ただ一ついいですか？今から行くんですよね。今から行っても真っ暗じゃないですか。僕は場所を教えます。で、その場所まで誘導します。でも、うん、僕、車から降りないですよ。そう。そんなことができるものにしてみなって。うん。その方が怖いと思うよ、俺は。一人で待ってる方が、うん。いや、でも僕は大丈夫です。車の中で待ってます。まあいいや、行こう、行った。はい。西の方向、ね。ずっと向かってって、最終的にあるところから、これ、そうそう、これ右です。って、へっと見たら、うん、え、嘘でしょと思うようなちっちゃい踏切渡ったんだよ。はい。うん。そこをゴトゴトゴトっと渡って、ちょっと行くと、右側に腐った看板が出てきますから、そこ右です。って。で、ああ、そうです。右です。どんどんなんか、多分、ね、杉とかヒノキとかが周り、うわーっと入ってんだわ。そんなところ入ってくんだけど、ある程度のところまでしか車が行けない。はい。こっから先はもう歩いていかないといけないんですよ。まあ、その理由が分かった。もう、道はおそらくあるんだと思う。でも、草がもうすごい茂っちゃって。うん。草とは言えない草もあるんだよ。木みたいな。ああ、はい。めっちゃ成長したやつ。そう。はいはいはい。だから、これは無理だねって、なるほどね。これ、その先に、ああ、なるほど。分かった分かった。あれ上がっていくとこだ。それ上がっていくんだ。分かった。待ってんのな。いや、行ってくるから。と思ったんですけど、やっぱり怖いので僕も行きます、一緒に。だろ？うん、そうなると思ったよ、お前。バカだな、お前。じゃあ、お前、先導してくれよ。で、奴がこう先導してくれて、みんなまあ、懐中電灯をそれぞれ持って歩き出した。うん、はい。うちのオーナーってのは、その頃オーナーってのがいて。で、こいつが元気のいい男で、家にでかいし、ねえ、家を持ってつけてんだって、で別に、こんな、お化けが出るとか、そういうあれじゃねえんだろう、うん。まあ、どうすかね。こういう感じの男なのよ。なんか掴みどころはない。はいはいはい。どうすか、どうすかね。わかんないですけど。まあいいよ、行けよ、行けよ。で、ぐるーっと回った。まあ、ある程度、こう、中を回ってって、ああ、なるほどね。ああ、何軒あるのこれ、中に。本当にこれ、あれだな、潰れちゃってる家もあるし、仏像さんがあったりとか、へえ、なんかすげえとこだな、おい。と思って、ある程度、その村の入り口のところまで戻ってきた時に、大野が、はい、高橋、はい、なんすか、大野さん。お前さ、なんか変だったよ。何が変なんですか。これさ、最初にずっと歩き出してちょっと行ったところ、左側のところにさ、神社のお社みたいなのあったじゃん。なんであえて、お前、あれんだけ懐中電灯当たらないようにしてたよね、お前。なんで？いや、そんなことないですよ、別に。あれなんでもないですよ、別に。いや、途中でも聞かれたんですよ。誰でしたっけ？なんか、それ、な、神社みたいなの何って聞かれたから、いや、別に何でもないですって。俺答えましたよ。うん、いや、なんで変だ、お前。ちょっと行こうよ、もう一回。いやいやいや、小野さん、ダメですって。ダメですって。で、何がダメなんだよ。高橋、おかしいぞ、お前。
いや、あそこへ行ったがためにもう僕らも大変なことになったんですから。ほら、またそうやってお前、餌まくようなこと言うだろ、お前。とりあえず行こうよ。いや、わかりました。行きます。行くのはいいですけど、絶対中に入ったりしないでくださいよって。うん、まあまあ行こうよって言った。はい。だから思うのだもん。入んないわけないじゃん。うんうん、入るなって、とか言って、ガチャッとゲート開けて、なんかこう見るんだよ。何にもないね。ね、何にもない。その、まあもともとここに置かれてたであろう、その御祭神の姿もないし、はい、ああ、なるほど、ちゃんと俺からすれば、ちゃんと魂抜きされてるんだな、見た目抜きされてるんだな、という感じがした。うん、ところが、その中をこう、はわしてるとさ、まあいろんなところにお札が貼ってあったり、それは普通じゃない。はい、で、外に千社札がこう貼ってあったりするしさ。で、ひょいっと向けた先に、壁のところに赤い字だ。お化けが出るって書いてあって、その下に5センチぐらいの出っ張りがあるんだよ。こっち側にポコンって、木でできたボタンみたいなのが壁からニュって出てるの、こんぐらい。はあ、赤いのが、はあ。で、その上に同じ赤い文字で、お化けが出るって書いてあるんだよ。はあ、ね怖で、あ、何あれって思うのが、何あれお化けが出るって書いてあるじゃん。何あれって言ったら、高橋が、うん、いやあ王座試して試して試してって、それ、ダメ、はい、みんな、出て出ろやすごいの。おぉ、すご。すごいんだよ。はい。で、何や、高橋はお前、その言い方、大野が、何お前、その言い方、この野郎とかって、うん、いや、出てくださいよ。お願いしますよ。もう、そんな変なとこ気つかなくていいですから、もう、大変なことになっちゃうんですから、って言ったから、うん、いいよ、高橋。どうしたのよ、何があった、ちょっと言えよって言った。いや、僕らここに来た時に、ここの親城に寄ったんですよ、ここに、その時もって。それで、本当にその後、仕事してるやつでもって、みんな事故したり、怪我したり、もう病気になっちゃったり、ひどいやつなんか、もう指一本なくしちゃったやつもいるんですから、怪我で。だから、いやー、高橋、もっと基本的なこと言うけどさ、そんなことがあるんだったら、ここを教えるべきじゃなかったんじゃない違う、もっともっと基本的なことを言えば、じゃあなんでお前言ったんだよ、それを。あんなみんなが集まってる場でそんな話しちゃったら、じゃあ行こうよってなるに決まってんじゃん、お前。な？それでて、行きませんよ。僕は行きません。僕は待ってますよ。いざ来てみたら、じゃあ僕も一緒に行きます。な？じゃあ中を案内します。ぐるって回って、神社がありました。あれ何？何でもありませんよ。で、いざ来てみました。中開けました。何その、お化けが出ると。あれ、お前が書いたんじゃねえよなっていうやつもいたよ。そしたら、大野が、なんだこれって言って、お化けが出るっていうその出っ張りを、ゴッと押したの。うん、あのね、俺は押してないから、やつの見てると、はい、ガーコンって感じ。木なんだよ。本当に押せるんですね。本当にね、なんか押すと、それが何かにこう繋がってて、何かが作動したみたいな、電気的なものではなくて、はい、もっと原始的な機械的なものが、それを押すことによって、ガーコン、ガーコン、ガーコンって言って、うん、おーおーって言ったのよ。そしたらその、俺たちにいるこの建物の下から、って声するんだよ。そういう声。で、やばいって言ってみんなでもって、うわーって車のとこまで逃げて、はい、なんとかもう方法の手でその場を逃げ出して家に帰ってきたんだけど、はい、とりあえずは何にも、俺はね、とりあえずは何にもなかった。その、まあ、大野も、実は一番その後怖がってたの、その大野がね。やべえな。高橋、俺もしかしたら、怪我すんのかな、死んじゃうのかなって、ずっと言ってた車の中で。はいはい、でもまあ、その後、何も連絡もらってないんで、何もなかったと思うんだけど、でも、あの時のあれ、めちゃめちゃ気持ち悪かったよ、本当に。それ、なんか、ギーっていう音じゃなくて、明らかに声なんですか？声。うーっていう。うん。本当にね、直径がそれ3、4センチぐらいかな。丸い、真っ赤な、何かの頭みたいのが、上平らなんだよ。それ表面平らなんだけど、うん、それは今回5センチぐらい出てんだよ。それをこう、ぐーっと押し込むと、カツンと入るんじゃなくて、ぐーっと押し込んでたものは。はうん。そしたらこう、ぐーっと押し込んだとね、ガーゴン、ガッコン、ガコン、ガゴンと音がしたんでしたね。何かが開いたんですか、ね、開いたんじゃない、だから多分。何が開いてんのそれ。とかすっごい気持ち悪い。こうやってよ。やばい、逃げろって逃げ出したんだもんね。へぇー。まあそんなことがね。ありがとうございました。うわ
みんなも気をつけてよ本当に、ね、滅多なところへ行って変なものを食らっちゃうと、なかなか神社でもってちょっとこうご祈祷してもらっただけじゃ済まないこともあるよ、うんうんうん、そうですね、地獄の声なのかな、かもしれない、地獄の釜が開いた音、うわーやばい ね。え、本当に実際何なんですかね、それ何なんだろうね、そういういたずらで仕組んだ装置だったらいいんですけど、うん、そんなこと誰がすんのって話じゃないですか、わざわざ装置組んで、なんかボタンを押したら再生されるようにとか、俺ねしばらくそれをやってないから分かんないんだけど、2010何年かにちょうどファンキーアワーのあたりでその話が出たのよ、うん、それでちょっと Google Earth で見てみようかって言って見たら、うん、そのちっちゃい踏み切りが見つかった、うん、これだと思うのがあった、これだこれだよ、これ渡るんだよ、その先がね、うん、なんかまるで同じような動植で塗りつぶされたみたいになってた、その周りの緑色みたいな木で、だ本当だったらこうこうこうあるはずなんだよ、なのにそれはない感じになってた、へえ、うん、修正入ってるんですか、うん、うわ怖っ、その村がもうなかったことになってるんですね、そうだね、へえ、だって間違いなくだったらあれもう本当にもう一つの集落としてあったわけだから、うん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 、よっぽど、いやあんなもん買う人いるわけないよ、考えたら、なんて開発なんかかからないんですよ、うん、え、この話使っていいですか、グーグルアースの話、ああ大丈夫大丈夫、どこでも教えないけどね、ああまあまあそうですねチャンネル登録よろしくお願いします。ファンキー中村パウチゴーストコンテンツ、チャンネル登録をよろしくお願いします。